全部やべえ。いや、ヴィーナスやべえ、やっぱり。やっぱこれはシールド開けて叫ぶしかねえわ。だから最高。なんかこの安曇野っていうエリアやっぱりなんかちょっと避暑地みたいで、ペンションとかそういうのが結構あったり、あとは陶芸の教室とかそういう避暑地にありそうな系があったりとか、あとね、なんかアートギャラリーとかなんとかアートなんちゃらとか、やっぱりアート系が結構ありますね。 あった看板が、あの茶色い看板がそうかな。右行って目的地は左ね。すっげえとこに入ってくな。自家焙煎のお店、初刊酒。あ、すげえ。バイクでちょっと気をつけてくださいね。どこまで入っていいんですか。これはギャラリー王冠と猫。危ねえ、危ねえ、死ぬ。ありましたよ、カフェ。いよね、この森の中に存在する感じの雰囲気がとっても良いですね。また W と合いますね、クラシックな感じ。でもね、ちょっと気をつけたいのはこの砂利道ね。砂利にタイヤが取られてよろってなるんで、荷物重いの乗せてるときは結構注意ですね。そーっと乗りましょう。 100m あるらしいです、この砂利道。いや、ただね、美味しかったんですよ、コーヒーで。浅入り深入りじゃないけど、中濃みたいな、濃厚中濃みたいな感じであったんで、俺は深入りの濃いのが好きなんで濃厚なやつにしたんですよ。で、事前に調べてた通り、11時からはカフェメニューで軽食はある、マフィンセットみたいなのはある、ケーキセットもあると、それにコーヒーがついてきますよみたいな。ランチはそのワンプレート、ちょこちょこした一品ずつおかずが10品ぐらい乗ってる、すごいおしゃれな、美味しそうななんかね、ランチ大人気らしいんですけど、それは12時から2時で帰ったんですよ。で、俺11時過ぎに行って第1号だったんで、まあ当然12時からだろうなと思ってマフィンセット頼んでたんですけど、俺が入って5分後ぐらいに来た お二人連れがランチ2人とも頼んでて、あれ12時からまだ11時半にもなってないよねと思って、で、その後にお一人様の女性が来て、その方もランチ、あれランチまだ11時20何分あれみたいな。で、その後に来た、ご夫婦みたいなお二人、男性がランチ。おいおい、おいおいおいと思って。いや、なんか最初の一組目は、なんか常連さんなのかな、
まあそういうのがあるのかなみたいな。もう一人のね女性も迷うことなく座ってすぐランチって言ってたんで、あ、まあ常連さんだからなのかな。3組目の常連か分かんないけどランチあれ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 、おやおやおやみたいな。でもそのご夫婦の女性の方は俺と同じマフィン頼んでました。それただ好みの問題でしょ頼めると知っててマフィン選んだ側でしょ。俺頼めないと思ったからマフィン選んだ側だから、大きな違いがあるから同じマフィン食ってても、おやおやおやってなったんですよね。11時半ぐらいまで入店した 1,2,3 俺含めて 1,2,3,4,5 6人中4人がランチ11時半になってるのもないのに12時からランチを頼んでます。だからランチ頼みたいけど朝早く着いちゃって11時に着いちゃった人は多分しれっとランチだよって言えばいけると思います。12時と書いてあるけど実質11時からランチ頼めるよっぽい雰囲気かもしれないです。片方は牛肉のマフィンみたいな感じで、片方はごぼうのきんぴらごぼうみたいな。実はねもう一個行きたいお店があってさ、長野と言ったらおやきなんだけどなんか肉まんみたいなやつ、中にお惣菜とか野沢菜とかを入れて食うやつなのかな。おやきのお店があるらしくて、調べたらその辺でペロンって売ってるおやきは食ったことあるんだけど、そのおやきの店でおやきは買ったことないなと思って、ちょうど松本じゃない安曇野インター付近らしいんで、今食って即おやきっていうのはちょっとあれなんだけど、距離がさ20分ぐらいしかないからまあ即おやきになるんだけどね、おやきのお店でおやき食ってみようかなと思います。なんか評判良さそうなんで。うわーいいね、晴れてますね。おやきのお店行った後はもうちょっと早いけど、ヴィーナスライン寄ってヴィーナスライン走ってから帰っちゃおうかなと、高速で早めに。でその俺が逃したところだけ走れればいいやと思って、もう一回一からヴィーナスライン走っても勝ったるいんで、途中からヴィーナスラインに乗って、その俺が逃したところだけちょっとこう舐めて帰ってくるっていうか風にしようかなと思って、こうね、そうなってくるとこの安曇野インターチェンジがおやきのお店のすぐそばにあるみたいで、だからおやき食って安曇野インターから高速使ってほんのちょっと岡谷インターみたいなところで降りて、何個か多分高速ちょんちょんちょんって乗るぐらいで降りて、ヴィーナスラインに途中から乗ってヴィーナスラインをぐるっと回って降りてきて、また高速に乗って帰ろうかなと。なんでそんなわけわかんないゲートをするかっていうと、普通に下道で行ってもいいんですけど、どうせ乗り降りして放題プランなんで2日間で、その安曇野インターからなんとかインターまでヴィーナスに行くためのちょっとの区間もう乗り放題の区間内なんで、それは乗っとこうよと。味がしなくなってもガム噛み続けようぜって思ってるんで乗り放題プラン乗りまくろうぜっていうことですよ。当たり前じゃんそんなの。時短時短。あ、ここ右行って左、営業中って書いてある。やべえ、なんかいかにも観光客で恥ずかしいな。よし、腰ここでいいのかな。お、大丈夫かなこれ。隣にお休み所があった。あ、お茶もあるじゃん、ありがてえ。いただきます。なんかハード系のパンみたい、フランスパンみたい。おやきなのかこれは。うん、まあ買ってこんな硬いと思わなかったよ。3つも買っちゃったよ。いやー食いすぎた。あの薄いもちもちした薄焼きのまんじゅうみたいなやつじゃなくて、フランスパンみたいな感じでずっしり噛み応えがあるから腹にたまるし、結構でかいしね。そういうおやきとは知らず、おやきのお店なんかそんな行かないじゃないですか。だからせっかくだからと思ってね、何個か食ってみたんですけど、まあ普通に美味しいんですけど、まさかそんなずっしり系と思わなかったから3つも食えねえよと思って。でも今日猛暑なんですよね、30度オーバー。だから多分普
通に積んでたら腐るだろうなと思って、バイクのバッグの中にめちゃくちゃ顎が疲れた。チーズとキムチは絶対食わなきゃやばいだろうと思って、あんこだったらこれもしかして日持ちするかなとか思ったんだけど、あんこ無理だろうと思ってやめました。腐るよね多分ね。あー苦しいよ、やべえよ。普通に美味しいっていうか、今まで味わったことないおやきでしたね、俺の中では。ああいうおやきもあんのかな。でもなんか有名店みたいで結構売り切れちゃうこともあるみたいです。あとなんかサインとかいっぱい飾ってありました。アナウンサーとかなんかタレントみたいなロケで来るんですかね。味はまあ普通に、まあおやきなんだよね。おやき自体がそんなにすげーうめーっていうものじゃないですか。普通に美味しいっていう。ちょっとねガソリン入れてなんだかんだして高速乗ってすぐ降りてまたフィギュアスラインに向かいます。来た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 、こぼれび天国じゃねえか。